はい、さい、今日はフォレスターの特別商社フォレスタープレミアム X エディションの総額がいくらだったのか話をしていきたいと思います。 X エディションはプレミアムをベースに撥水シートとカーゴフロアボードを装着して使い勝手を高めた特別商社となっています。ブラックパーツを用いてアウトドアギア感を強調したスポーティーなスタイリングで、インテリアにはシルバーステッチを施した専用の撥水ファブリックシートを採用しています。プレミアムのデザインテイストと X ブレイクの機能性を融合させた車両となっています。アイサイトセーフティープラスの視界拡張を標準で搭載しており、プレミアムのベースモデルに対して9万円のアップになっています。プレミアム X ブレイクの同仕様比較でも3万円のアップにとどめており、仕様アップに対して価格を抑えたバリューの高い設定になっています。フォレスター X エディション、今回の見積もりはルーフレール装着車となっています。排気量は 2500cc でフルタイム4輪駆動 CVT になっています。メーカーオプションはパワーリアゲートとルーフレールになっています。外装色はジャスパーグリーンメタリックを選びました。クリスタルホワイトパールなど有料色にするとプラス3万3000円になります。真ん中付属品明細なんですが、今回は必要最低限の付属品を取り付けてみました。まずスバルナビパック、パナソニックのビルトインナビです。これはパナソニックのビルトインナビとリアビューカメラ、ETC とドライブレコーダーのセットです。ドライブレコーダーは前方後方録画できるタイプになります。ベースキットはドアバイザーやスプラッシュボードなど基本的なキットになります。今回この初費用には保証延長と点検パックも見積もりとして入れてあります。この内容だと総額416万8799円になります。あとは他に自分で付けたいパーツなどがあれば、そのパーツの代金が上乗せになるくらいです。このプレミアムの特別商社の X エディションが出ることによって、X ブレイクだとルーフレールが強制であったり、オレンジのアクセントが必ずついてきてしまうということもあって、これが苦手でちょっと選ぶのが難しかったという方もいたかもしれません。プレミアムの外観内装はそのままに、 X ブレイクの使い勝手のいい部分を取り入れた車になっています。検討してみてはいかがでしょうか。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。